S2004S6 は、海間に非常に近い位置にある土星の衛星の一つである。ただし、核を持った本当の衛星なのか、軌道を回る、ただの一時的なゴミの塊なのかはまだよくわかっていない。2004年10月28日に、土星探査機かシーニによって撮られた写真の分析中に発見され、同年11月8日に、国際天文学連合のサーキュラーで公表された。 なお発見報告の際には可能性は低いながらもこの天体が S2004S4 と同一の天体である可能性も指摘されている。海間付近の領域では2005年末までに少なくとも5つの天体が発見されたがその中では最も軌道の追跡に成功したものである。これと比べて同じく海間の近傍にある S2004S3 と S2004S4 は S2004S6 S 発見の数ヶ月前に発見されたが、それ以来存在が確認されていない。S2004S6 の発見直後の11月15日に行われた全体探索の時にはいずれも見つからなかったが、S2004S6 だけはその後再び発見されている。ただしこの天体が個体の実体を持った衛星なのか、 あるいは数ヶ月から数年の時間スケールで散逸する一時的な粒子界なのかは不明である。太陽光の当たり方によって見え方が変わると考えられ、S2004S6 が発見される時は太陽が逆光になっている時である。これは S2004S6 が広がった細かいゴミからなる存在であると考えると説明することができる。つまり、 細かいゴミは強い前方散乱を起こすため、太陽が逆光になる位置関係であるときは、前方散乱光によって特に明るく見えるというものである。発見されたときは、太陽が逆光になる位置関係だったが、その後の11月の観測時はそうではなく、その際に検出されなかったことから、個体の核は小さいものであろうと考えられる。S2004S6 は、 海間の内側でも外側でも見られるため、軌道が F 間を横切っていると考えられる。計算によるとこの天体は間を周期的に横切り、例えば2005年4月9日に、間の最も濃い部分から 1.5km の距離に近づいている。海間を取り巻く薄い物質中に見られる螺旋構造は、この接近の影響であることが示唆されている。写真に見られるゴミのハロは非常に大きく、 長さ 2000km にも及ぶ。明るさからすると、個体部分が存在するとした場合の直径は3から 5km より大きくはないだろうと推測される。2008年には、海間の力学を説明するためには、S2004S6 か、それに類似する天体の存在が必要であるという、研究報告がされている。ありがとうございます。